はい、こんにちは、レドです。今日はスマホの正しい使い方、スマホ肩が凝らないスマホの使い方についてお話しします。で、まずポイントは3つあるんですが、まず1つ目です。1つ目のポイントは姿勢です。はい、姿勢どういうことかと言いますと、スマホをしていると、どうしてもですね、こういう格好になってきます。まあ、まず肩がですね、こう中に入っていまして、胸がこう、しょんぼり下がっています。でさらに肩、ここの肩こり筋ですね、僧帽筋といわれる筋肉がこう持ち上がってしまっている格好です。この3つが、まあ、悪い、このスマホをやってる時の悪い姿勢の格好なんですけども、こんな感じでね、皆さんやってるわけです。でこうしますと肩が凝りやすくなりますし、凝ります。ですのでこれがどうなったらいいかと言いますと、まず胸がこう開いていて、で肩が下がっていて、肩がこう内巻きに入ってない状態ですね。こういう姿勢でスマホが操作できますと、肩が凝らないようになってきますし、肩が凝りにくくなっていきます。でそれはどうやってやったらいいかということなんですが、これはですね、変身ポーズというのをやるんですね。まずちょっとスマホを置いてやりますけども、変身、こういう感じです。変身、今までの姿勢が向かった自分とは生まれ変わってね、新しいいい姿勢の自分に変身するかのごとく、変身、変身、変身とします。するとですね、こんな感じで自然と胸が開かれていきます。で肩も下がって、肩もこの内巻きから開いた状態になっています。こういう姿勢でスマホを使うわけですね。でそうしますと肩が下がってますから、当然ここの肩は緊張してません。ですので肩が凝りにくくなりますし、あとは呼吸がこの状態ですとしにくい状態ですね。でそれがこう胸が開かれることで呼吸もしやすくなります。呼吸がしやすいってことは、もう凝らない体にですね、つながっていきますので、疲れにくい体につながっていきますので、ぜひこのまず変身ポーズをするってことですね。変身、変身、そしたら胸が開いてきます。何回かしていただいて、それからするように。で、残念とやっぱり使っていると姿勢が崩れてきたりしますから、そうした時もまたですね、変身とですね、変身とするとまたいい姿勢になってきますので、まずはこの変身ポーズからやってみて、また胸が自然とですね開いた格好でスマホを操作するようにしてみてください。